いやー、はい、どうも白瀬ゴールドです。よー、ブラザー、花屋を助けに行きまーす。アムロ、行きまーす。さあ行こう。さあ行こうか。底辺だ、底辺だ、行くぞ行くぞ。いい、さあ、いの河原、はい、お久しぶり。なんか最近来たばっかりだな、これ。早速に、オラオラオラ。花屋な、どうした花屋、悩み聞くぞ。花屋待ってろ、待っててくだちゃいね。これはすごい金かかってるね。景色が綺麗だ、行ってみたい、行ってみたい。ここ桜だぞこれ。しかもこれ10月に桜だからね。10月だよ今これ。このゲームの世界のタイムラインは。それがあんたの息子か、キリュウ。 お前気づかなかった。いつからそこに。いい女だな、趣味のいいガキだ。まあ悪かね、どうぞの組長の娘でなければな。なるほど。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか、またバッティングセンターかい。行ってくるぜ。とりあえずバッティングセンター。ま、花屋の悩み聞いといて損はねえだろ。さあダッシュ。お、ここ右。はい、 S 字コーナー、はい、ダッシュ、女性の柱、女性柱ダッシュ。はい、左から入って右、この S字を抜けて、はい、ゴール。何してんの俺。いよいよだ。あ、なんだなんだ、旦那、旦那じゃないですか。誰だお前。ん、誰だお前。俺ですよ。誰だ。もしかしてお前田村か。え、田村。そうです。死んだんじゃねえの田村。いや、お久しぶりです。お前死んだかと思ってた。死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。うん、その通りで。ああ、そうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かった。さすが花屋さんだ、完璧に情報でっち上げてくれたんですね。いいのかそれ。どういうことだ。実は5年前、サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。同じ町。そうですか、やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、分かった。まあいいけど。それじゃあまた。まあ、うん、まあ生きてただけでもよかった。ああ、ちょっと整備しとけば。あんま意味ねえけど。僕と欲しいな、さっきの小牧流を覚えるために。よし、ずい。
結構体力ついたんじゃない、キリュウちゃん。お、ドゥドゥーン。よし。あ、なになに、今なんかキリュウの旦那って言った、お前どうしてもう出てきたところや、今なの、無駄話か。無駄話しやがって、もうあいつに二度と話しかけない。おお、ちょっと金持ってねえか。あれ、お前チンピラ立ったんか、こんななりして。これからもう一軒行こうと思ってんだよ。見る、助けて。なになに、やられてんの。あ、そんなことよりあそこで光ってるのが欲しい。まあ前は助けてやるか。じゃあ弱いもんいじめはよくねえな。おとなしく帰るから、帰るなら見逃してやる。顔がムカつくんだよ。よし、いいぞ、とりあえず開幕一丁。おらー、おらーい、わしゃチンピラじゃけんの。ピーヘイヘイナッパー。あー、これこれもんじゃい。おおおおおお、誰じゃお前は。あ、尾崎、おら尾崎、行っちゃおっか、行っちゃおっか。はい、どうぞ。はい、終わり。すいませんでした、もうこんなことします。するな、もうめんどくさい。バックネスライト、ありがとうね。数百円だもん、多分。コインロッカーの鍵手に入れたけど、別にいらんな、これ。さあ、進むぞ。あれ、これまで寝ぶちゃった。おーい、なんだ、そんな何よ、絡まれる街ここ。まあいいけどね、全然いいけどね。やりたかった、ちょうどやりたかった。どうしたよ、どうしたよ、あら、よし、はいはいはい、ラッシュラッシュ。何してんだ俺は。あ、ラッシュ全然、ラッシュ全然ダメだよ。ああ、はい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 、ジャブ、いいもん来てんなこいつ。何者なんだ俺か。俺の名は桐生一馬だ。よし、行こう。ちょっとそこら、何、まっすぐ行くルートだと。こういうイベント盛りだくさんなの。あ、あいつスリか。お、おい、おい、高くつくぞ、お前。おい、お、おめもスリにやられた。ではね、ウレスース、ベージュの服装とかで判断しちゃダメなんだよね、着替えちゃうから。ボーナス持ってたのあんた。なんだ、ヤクザだろ、キリュウちゃん。関係なかろう、こんな。なんなんだ、なんだ、普通のおっさんかい。なんなんだ、なんなんだ、もう忘れちゃうよ、どこ。金沢さん、行っちゃおっか。うやーって、のけそってた。はい、福永さん、八木さん、はい、はい、君さっきまでダメじゃん。はい、さよならっきょだね、これね。はい、さよならっきょ。
特徴忘れちゃいました。どこにいんだろう。5万返せ。あれ光ってんの、あれ。あっ、あれ兄さんじゃん。あー、くるくるくる。来た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 。兄さん、分かったよ、もう兄さん。兄さん、マジで。ほら、ガードっちゃいい。おーい。やばい、これやめない、やられる可能性ある、やられる可能性が。はい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 。あー、今とどめいけなかった。うん、あ、いててててちょっか。そしてこれでいこうか、兄さん、いこうか。あ、兄さん、ボロボロだっすよ。ごっついの、それでこそキリュウちゃんや。あんたの方まで、あ、また同じイベントまだな、キリュウちゃん。はい、バイバイ兄さん、バイバイ。おもろいな。行くか。あー、まだか。あと5回勝ちだな。あれ、携帯未読メッセージあり、もしくは西田、助けてください。社員というキャバクラで指名がつかないキャバ嬢がいて困ってます。キレイな大喜利に助けていただけたら。なんとかせえ、自分で。めんどくさい。しょうもない、そんなの。あれ、さっきのあいついねえな、5万円のやつ。おお、なんだよ。いってぇ。お、またかね。ちょ、いちゃもん。肩持ってかれちまった。いや、どうするもどうするも、お前らの猿芝居に付き合う暇なんてねえよ。また1万か。払うわけねえだろ。しようもねえ当たり屋なんかに払えるわけねえだろ。えへ。このポンコツども、まずこの、本当に行っちゃおうか、本当に行っちゃおうか。その腕芝君、行っちゃおう。行っちゃおうね。次は清水君、行っちゃおうか。清水くん行っちゃおう。調子乗ったもんね。調子乗っちゃったもんね。君行こうか。松井くん行っちゃおうか。松井くん普通に行かさないよ。松井くんは普通には行かせない、松井くんは普通には行かせないんだからね。はい、どうした？もう喧嘩なんかやめて、もっと平和に行きませんか。バカ野郎。あれ、調子のいいやつだな、こいつ。コントか、トリオか、お前。ちょっとかっこいいな、この面白さだから。一仕事終えてる感じだな。まあいいや、どうでもいいやつ。バキュンセンター行く。5万とかどうでもいいや、さっきのやつ。
様子見に来た。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。一人か。待てよ、何か勘違い。組長に言っとけよ。娘さんは、教科は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。くそ、ない。平和のもんに対するこの態度っていうのがなっちゃうね、たかしくんね。たかしくんなってないよ、君は。くそ、頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた、アトベ組？違う。訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ、俺たち。強化の親父、アトベ組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた、悪いけどもう行っていいか。ダメだ。あ、本物か。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ、こら。なんだ、おっさん。行けよ、手越。今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。よし、遊んでやるか。おい、まずはお前から行くか。おい、お構いなし行っちゃうよ。はい、リーダー、お名前なんて。おい、バッチリです。やっぱイベントだからちょっと強めだね。ちょっと拾ったの来るか。拾ったのか。おい、お前。うん、はい、さよなら。はい、ボンボン。チーマーとやっても全然盛り上がんねえな、おい。もっと強いの連れてこいよ。チーマーなんかね、相手知らないんですよ。全然ダメ、全然なってません。はい、はい、つかませて、投げさせて。なんで邪魔くさいね、君ね。もうリーダー死んじゃうじゃん、ほっといたら。リーダーさよならか。もう行くか。もういいか。千葉くんもさよなら。あー、ごめんね、千葉くんね、痛かったね。くそ。おい、タカシのことはほっといてやる。
どっちにしろあいつは終わりだ。あいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。毒素ガキだな。出てくだけ出てきゃいいのに。よし、じゃあデボラ直行で。なんだ、あ、超近い。近いですね。おい、そこのお前、あ、車輪止めって、切り止めみたいな。なんですか、お忙しいんですよ、僕。はい、さよなら。いきなりさよならしちゃってもいいね。はい、下田くん、さよならですね。さよなら、下田くん。はい、津田くん行こうか。津田くんも行っちゃおう。津田くんは最後、8位で行っちゃうかもね。8位で行けなかった。じゃあ、これで行こうか。あー、行こうか。はい、さよなら。はい、はい、松田くん。松田くんはこれ使うか。とんがりコーン。とんがりコーン、はい、はい、ドーン。あと、パイロン、パイロン。パイマン、パイマン、はい。はい。はい。さあ、ケーキ好きにやっちゃいましたね。じゃあ、このままいっちゃいますね。はい、クラブ入ってきまーす。もうちょっと角地かな、角地。ここだね。ここか。あれ？どうして？見せて。おじゅくん、マジかよ。いろんな方向かってました。最高の隠れ場所見つけたで言って、逃げなか取れんのです。最高の隠れ場所？隠れんぼ張り切りすぎた。ガキみてえだな。始末におけの。頼みますよ、綺麗なおじき。存亡の木、どこに隠れた、兄さん。心当たり。実はめっちゃ目立つ場所、どこだろう。ミレニアムタワーとか。ふっ。時は出てくるんだろう、どうせ。さあ、花屋のクソガキが。とりあえず上か。いや、クラブって感じだね。入れろ。なんだ貴様。お、飛び組じゃん。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが、力ずくでも。高志はどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。七両落としまいつけさせていただきやす。そりゃそうだ。そんな。違うの。本当だったかな。私が一人でお金を持ち出したんだから、たかしは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。今日か、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。男見せろ、たかし。俺は何があっても強化を守るって。待て、こらすいません、兄貴。こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。引こ出ろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねえからな。やかましい。死ぬ気か、俺。そうじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ。やれ。無駄話が多かったですね。あー、飛び組の部品ども、浅草のケチなよ。一緒やってやろう。おい、
じゃあ、おい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 、さすがだ。いきなり抜いちゃってるもんね、俺ら。浅井くん、浅井くん、いきなり抜いちゃうんだ。ドラマがないよ、浅井くん。川崎君あたりからちょっと、はい、さよなら。あーもう絶対切られると思ったよ、浅井君。浅井君我慢できんのかね。武井君だけやらせんじゃん、まず。はい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 、君誰？川端か。行っちゃおうか、川端よ。ほら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 、行っちゃおうか。行くんだよね。おっと、ちょっとこれまずいから、ちょっと一本行っとく。やれやれ。戦ってた人なんで、どういうとこなんですか、これ。覚悟が赤いの。死んでいとうぞ、死んでいとうぞ。じゃあ一発行こうか、サイ君。怠慢ですよ。やるのー、浅井。浅井はやる。浅井 100%。 おら浅井ブレンド。おら、えへー。あ、ガウガウやる。ちょっとやめて、浅井くん。ちょっとやめて、もう今やり直ししたくないから。浅井くん、ちょっと、いいコンボ食らうか。やってられんぞ、これ。わかんない、壊し屋スタイルでいこう。何がいいの、君は。道島スタイルが何スタイルがいいの。ちょっと待とうよ、浅井くん。3本も飲んじゃった息。何スタイルがいいの、浅井くん。シンクラでいいの、これは。シンクラだね、これ。いいね。はい、さよなら。もう、いっぱい飲んじゃった。たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ。こいつ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。いや、ほんと半端だよ。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組み抜けるってか。は、黙りなさい、バカ野郎。いいよ、たかし、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。いや、詰めるな、バカ野郎。必要ねえぞ。高志、やめろ。よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。
何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。いいね。いやー、いいもん見させてもらいました。はい、ちょっとね、花屋に、まあ、恩売ることができた。まあ、恩っていうか、まあ、いいね、ストーリー見させてもらいました。じゃあ、これでパート15かな ?5 終わりなんで、次パート16収録していきますんで、ぜひまた見に来てください。チャンネル登録もね、またよろしくお願いします。随時やっていきますんで、今日はね、ガツガツやっていくんでね、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、またね、バイバイ。